日本サッカー史に残る絶対に笑ってはいけない珍言名言トップ4。第4位清清本田圭佑。2018年ロシアワールドカップベルギー戦、ロストフの死闘でグループリーグ敗退が決まった後にインタビューを受けたこのカリスマは言葉を選びながら、なんと言うんですかね、清清しいというか、と発言。その後本田選手はお恥ずかしい、漢字が苦手ででももうしっかり覚えましたと投稿。第3位僕を出したら優勝できるんで石塚刑事。1994年のセカンドステージ、プロ初先発を飾った石塚は、同点で迎えた終盤にゴールを決め、マンオブザマッチに選出された、そのヒーローインタビューで、僕を出したら優勝できるんで、よろしくお願いしますと発言し、いい意味でも悪い意味でも物議を醸した。第2位リトル本田圭佑。2014年 AC ミラン入団会見、ミランでプレーすることが小さい頃からの夢だったと語り、自身の中にいるリトル本田にどこでプレーしたいかを問うた結果、ミランでプレーしたいという結論に至ったことを説明した。第1位急にボールが来たので柳沢淳。2006年ワールドカップクロアチア戦、日本歴代最高のヒットメーカーが至高の作品を生んだ。ゴール前での絶好機で相手難しいゴールキーパーの股抜きを選んだ柳沢は結果決めることができず、試合後のインタビューで急にボールが来たのでと語った。優等生ではなく個性的な選手って魅力に溢れています。